桜の先生の中学数学講座1年生編第9回平面図形1。皆さんこんにちは。桜の桜子です。4月、新年度です。春の気配についつい浮かれてしまいます。では授業を始めます。今回学習する内容を一覧にしました。この一覧は最後にもう一度お見せします。それぞれの内容を注意して聞いてくださいね。では、平面図形のお話を進めます。まず、2つの点を通るまっすぐな線についてです。直線という言葉はよく聞く言葉だと思います。ですが、数学において直線は少し狭い意味で用いられます。それは端がなく無限に伸びる直線です。この両端の有無、線の長さの有限無限について線の名前を使い分けます。この直線に対し両端があり、有限の長さのものを線分と呼びます。そして線分の長さのことを両端にある点の間の距離と呼びます。続いて半直線です。これは端が一つだけあり、もう一方に向かって無限に伸びている線を指します。おそらく今まではすべて直線という言葉を使用していたと思います。言葉だけの説明では分かりづらいですから、次のページで具体例をお見せします。こちらが具体例です。どれも点 A、点 B の2点を使用するまっすぐな線です。名前は上から順に直線 AB、線分 AB、半直線 AB と呼びます。直線と線分は点の順番に特別な意味を持たせない限りは直線 BA や線分 BA としても大きな問題はありません。しかし半直線では、端となる点を先に呼び、無限に伸びている方向にある点を後に呼びます。したがって、半直線 BA は、点 B から点 A 方向へ無限に伸び、この図とは違う半直線となります。名付け方は注意してくださいね。また、線分では長さが有限で、その長さのことを、2つの点の距離としました。この距離を2つの点を使って表現します。例えば、線分 AB の長さが4だったとき、AB イコール4と書きます。続いて、同一直線上にない3つの点に注目します。ちょっと難しい言い方ですが、下の図にあるような状況以外です。2つの点は直線で結べます。残りの一つの点がその直線上に存在しない場合ということです。この時にできるものは角と三角形です。どちらも耳なじみのあるものだと思います。角は一つの点から伸びる二つの半直線によって形成されます。三角形は三つの点とそれを結ぶ線分によって形成されます。またもや面倒な言い方ですが、これも例を見れば問題なく理解できると思います。こちらが例ですね。角や三角形はそれを形成している点を使って名前をつけます。まず角ですね。こちらは3つの点で書くことが多いです。順番は真ん中に角が位置している点、その前後を残りの2つの点で挟む感じです。こちらの例では、半直線 BA、半直線 BC で形成される角ですから、角 ABC と呼びます。また、この図のように、他に該当しそうな角がない場合は、角 B で呼ぶこともあります。この呼び方の注意は、次のページで補足します。さらに、この角の書き方は、そのまま、
角の大きさとして表現することもあります。角 ABC イコール30度みたいな感じです。続いて三角形、こちらは三角形を形成している3つの点を使って名前をつけます。三角形 ABC と呼びます。三角形の点の順番は何か他の三角形と見比べるときは意識して並べます。ですがそれはまた別の機会にお話しします。では角の呼び方の注意のお話です。図を見てください。点 B からいくつか半直線が伸びています。この時角 B と表現するとどの角のことを指しているのかわかりません。したがってどことどこの間なのかがわかるような書き方が求められます。またこの図における点 C と点 A のように同一直線上の点ならどちらでも同じ角を指定できます。例えば角 ABC 角 ABE の2つは同じ角を指します。どちらを使っても構いませんが、問題によって適した表現を考えることが大事です。今はまだ深く悩まなくても構いません。ですが図形の問題をたくさん解いていく中でちゃんとその感覚を鍛えていきましょうね。今回最後の内容は平行と垂直です。どちらも小学校で習った内容ですね。2つの直線に交点がなければ平行、2つの直線による角が直角ならば垂直です。垂直の場合一方を他方の垂線と呼びます。垂直の線ですから名前はイメージそのままですね。今後この平行や垂直の関係は記号で表現することもあります。今回学習した内容の一覧です。今回からしばらくは知識的な内容の授業が続きます。知識は定着するまで時間がかかります。ですが覚えようとしないとなかなか覚えられません。今後も長く使う内容ですからしっかりと覚えましょう。今日の授業はここまでです。チャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。さようならです。